民豪作戦は、1945年3月9日に、フランス領インドシナにおいて、日本軍が実行した作戦。普通員武力処理、あるいは3.9クーデターとも故障される。太平洋戦争末期、それまでは、フランス領インドシナは、日本と協力関係にあった、ビシーフランスが統治していたのだが、1944年に、連合国に敗れて崩壊。 フランス共和国臨時政府が成立し、仏印が同政府の支配下に入り、日本と敵対するようになったため、日本軍と交戦状態に突入し、これに勝利した日本軍が総督府を掌握、インドシナ半島を完全な支配下に収めた。1899年までにフランスは、ベトナムカンボジアラオスのインドシナ三国を保護国化した上で、 フランス領インドシナ連邦を形成した。一部地域はインドシナ総督府の直轄支配下にあったものの、その後も形式的に王国体制は存続していた。1940年と1941年に日本はビシー政権との協定に基づき、普通に軍隊を展開させた。フランス側も植民地の創出よりは、 対日協力を行うべきであるという判断を行い、日本軍を受け入れた。その後もインドシナ総督府の統治は継続され、植民地の維持を目的とするインドシナ総督府は、経済面では日本に対して多大な貢献を行っていた。軍事面では、日本のインドシナ中東軍とフランス軍が共同警備の形式をとっていた。中流フランス軍は、 大型艦艇の武装解除をされたものの、基本的には従来のままの戦力を維持していた。しかし、1941年に太平洋戦争が勃発すると、日本は大東亜戦争の名のもとに、欧米からのアジア植民地解放、民族解放が戦争目的の一つであるとするようになった。しかしこれは、 普通院での植民地政府との協力との矛盾を抱えるものとなった。中ドイツ大使、大島博氏も、応答は共栄権建,建設の理想と配置する事態が発生するのではないかという意見を述べている。しかし陸軍は、軍事作戦面での必要性を重視するとともに、フランスを敵とすることで、白色人主体日本の人種戦争に陥ることを危惧し、 現状維持を主張していた。結果的に開戦前の11月15日の台米エラン、小戦争終末促進に適する副案では、現状維持が定められ、両者の関係は性質を維持する方針を取ることとなっていた。一方で、フランス領インドシナに置かれた日本の大主府や現地駐在軍には、独立を支援する動きもあった。 また1943年には、松井岩根大将が最後において、日本は、米物の意志がどうであれ、アジア諸国を解放すると演説したため、独立運動が活発化し、インドシナ総督府を刺激することを恐れた、日本側が独立運動家を一時亡命させる措置を行っている。ヨーロッパ方面での数軸国軍の戦況が悪化するにつれ、日本では、 関係見直しの動きも生まれた。1943年に外省に就任した、茂光葵は、主権村長と平等対等の関係の樹立をもって、シナをはじめとは諸民族に望むのでなければ、この戦争は日本にとって無意味であるとし、12月頃から、インドシナ政府の武力解体を主張するようになった。茂光外省は、独派に、 反数軸分子が入りつつあり、積極的に手を打つことを主張していた。また吉沢賢吉中仏院大使も、明瞭に安南人に独立の希望を与えることが必要であると主張している。陸軍はこれを受けて、作戦の研究を開始したものの、人種戦回避の観点から実施には消極的であり、1943年1月24日に、 大本営政府連絡会議で策定された情勢変化に応する退伏員措置副案では現状維持が決定された。1944年6月のノルマンディー上陸作戦以降連合軍の大陸反抗が始まり8月25日にビシー政権は崩壊してシャルル・ド・ゴール率いるフランス共和国臨時政府がフランス本土に復帰し日本の敗色も濃くなってきた。 フランス領インドシナ総督、ジャンドク海軍上級中将は、2月18日の時点で、本国との連絡が途絶えた場合は、フィリップ・ペタン元水から全権を与えられることとなっていた。しかし、臨時政府は、インドシナでの戦闘を計画しており、フランス領インドシナ軍司令官、ウジェーヌ・モルダン将軍と接触した。モルダンは、 軍司令官を辞任し、インドシナでのレジスタンスを組織した。ドーは、その後ドゴールの密使と接触したが、公式には総督を継続することとなった。特に12月のフィリピン陥落により、日本陸軍も普通に処理の決断を迫られることとなった。しかし陸軍は、フランスとソビエト連邦が同盟条約を締結しており、フランスへの攻撃が、 ソ連を敵に回すことになりかねないと危惧していた。このため陸軍は、インドシナにおける、フランス主権を否定する行動は取らず、インドシナ三国の独立は行わないという方針を求めた。これに対し、重光外相は、武力処理を行う以上、フランス主権を認めようと無意味であり、むしろ、インドシナ三国の独立を認めた方が、大東亜解放の精神にのっとり、 民族解放という大義にはソ連も反対できないと主張した。第38軍司令部はフランス領インドシナ軍を武装解除する作戦計画の検討を始め、これを最終的に民合作戦と命名。この間、第38軍司令官、ドバシー・イサムイツ中将は1944年末に行った会談での普通院側首脳の反応から、 共同防衛は困難と判断していた。最後通帳としての要求事項は、1945年2月1日の最高戦争指導会議において決定された。しかし、インドシナ三国の独立については、即時行うかどうか曖昧な表現で記載され、後に、普通引退シフト38軍の対立を招くこととなる。 2月26日には最高戦争指導会議において日本とフランスは戦争状態ではないこと総督府直轄地域については軍政を施行するが対外的には一時的な管理であると説明することインドシナ対主婦の存続インドシナ三国が自発的に独立するよう措置を取ることが決定された2月28日大本営は南方軍に対して 3月5日から10日の間に民豪作戦を発動するよう命じた。さらに、普通院の日本軍は、中華民国との大陸脱通作戦により増強されていた。中流フランス軍の主力は、普通院の現地人部隊だった。このほか第五外人不評連隊などがあった。装備兵器は、旧式が多く、例えば戦車は FT、FT-17 が少数あるだけであった。 ただし、ランソンなどの大中華民国国境地帯には、近代的な要塞が築かれていた。大本営からの指示に基づき、ドバシ第38軍司令官は1945年3月9日21時の、作戦発動を決めた。日本軍は、第1期作戦として、フランス軍駐屯地を奇襲で撃破することを目標とし、各部隊は密かに攻撃態勢に移行した。 最後通帳を、普通院側が受諾した場合は、3.33、拒絶した場合は、7.77を暗号として、発動予定時刻5分前までに、各部隊へ打電することとした。3月9日18時、日本側の松本俊一特命大使が、米の教室に関する協定の名目で、最後の独総督を訪問。教室協定調印後、松本大使は、 最後通帳を提示して退去。通帳内容は日仏共同防衛の精神に基づき、連合軍上陸の際には日本軍と協力する決意を求めるもので、次の2点について21時まで2時間以内の返答を要求した。検討の後にフランスの独空総徳はロバン大佐を使者として送り、連合軍上陸時には日本軍司令部が 戦闘式の一切の責任を有することは認めるが、2点の要求事項には即答できないと回答することにした。そして、交渉継続の意思がある旨を告げ、日本軍の挑発行為がない限り、フランス軍は敵対行動は行わないとも申し出た。しかし、死者は21時までに日本側に到達できなかった。この間、 開戦予定時刻前の20時55分頃から各地で日本軍の接近に気づいたフランス軍との間で戦闘が開始。不評第227連隊は独断で攻撃を開始した。ドバシ軍司令官は21時を20分以上過ぎても回答が来ないため正式に7.77の攻撃開始命令を発信させた。21時25分に 死者のロバン大佐が日本軍司令部に到着したが、日本側は回答内容を最後通帳の拒絶とみなし、作戦は続行された。要所であるランソンは人口2万の小さな町である。しかし、この町にあるランソン要塞は、堀井2カ所、陣地2カ所、兵衛4カ所を備え、7000名の兵力に10、軽機関銃3 0 0丁、火砲80門、 戦車重量を配備している難攻不落の要害であった。対して、これを攻める第37師団機下不評、第225連隊は、総員1500名足らずでしかなく、攻略には、困難が予想されていた。そこで、連隊長の静明竹春大佐はランソン、要塞司令官のエミール・ルモニエ少将や守備隊長のローベル大佐ら幹部をパーティーと称して招き寄せ。 全員逮捕しようと一計を案じた。そしてフランス軍への攻撃開始予定日の当日3月9日、パーティーは予定通り行われ、計画通り攻撃開始予定時刻の22時直前に、ルモニエ少将、ローベル大祭家幹部たちを会場に突入させた憲兵隊によって全員逮捕させた。日本軍の野修は成功し、翌日には、 フランス軍拠点の多くは制圧された。サイゴンでは、フランス軍幹部の2、3は外出中で、組織的な応戦ができず、1時間程度で、駐屯地が制圧され、独封相得も抵抗せずに捕虜となった。ランソンのシュタデル兵衛や、ドンダンホルイハイフォンなどの北部の拠点では、フランス軍の激しい抵抗があったが、3月12日午後までに降伏。 海軍艦艇も日本海軍機の空襲や自震、打歩などで壊滅した。日本軍の損害は比較的軽微で、第37師団では戦死者189人、戦勝約300人だった。投降したフランス軍は武装解除された。この際にランソンでは、不評、第225連隊が捕虜3000人のうちフランス人。 将兵三百余人と事前に逮捕していた、ルモニエ少将、ローベル大佐とその他幹部たちを、情勢は、極めて不穏緊迫し、非常事態に直面すとの判断で殺害した。別に、ハザ山でも、約五十人の捕虜が殺害された。対照的に、瓶の陥落時には、捕虜の殺害を寸前で、日本軍将校が制止したこともある。その後、日本軍は、 各地の重要施設を接収する第2期作戦とフランス軍残存部隊に対する総当戦である第3期作戦を実施した。第3期作戦はディエンビエンフュなどの山岳地帯で行われたために難航し4月上旬終了の予定だったのが完了宣言が出されたのは5月15日に遅れた。フランス軍は副司令官 アレッサンドリ少将率いる5400名の部隊だけが中国領へ脱出できた。これまではビシー政権下の国民、すなわち数軸国の国民としてパリ陥落後も比較的自由に行動していた在日フランス人は全員が警察によって交流され、中日フランス大使以下ゼニが軽井沢などの飛翔地へ送られ終戦まで軟禁状態に置かれた。 この作戦に関しては、インドシナに大量の軍事力を保持していた日本軍との対立を避けた連合軍の侵攻がなく、戦闘は起きなかった。日本軍は中流フランス軍を制圧するのと同時に、インドシナ総督府を支配下に置いた。総督府の首脳には、日本人が入り、総督府の直轄である高知シナハノイハイフォン通ンについては、軍政が施行されたが、 対外的には一時的な管理であると説明された。3月9日の作戦開始直前、日本軍はフランスの保護国だったベトナムラオスカンボジアの各皇帝国王に武力行使決意と独立を宣言することが可能である旨を連絡する死者を発していた。これを受けてベトナム現庁の補体帝はフランスとの保護条約を破棄し、 チャンチョンキムを主犯とするベトナム帝国樹立を3月11日に宣言した。カンボジアのノロドムシハヌーク国王も3月13日に続いた。ラオスのルアンパバーンワサのシーサワンウォン国王は当初はフランスの敗北を信じなかったが日本軍部隊の展開を見て4月8日に独立宣言をした。日本軍は フランス人の財産などを保護すると宣言したが、普通院政権を温存する政策は、ベトナム独立同盟会のホーチミ民らの反発を招いた。この年、ベトナム北部は、洪水愛情低温による不作で、食糧不足が深刻となった上、連合軍の空襲による鉄道破壊等もあって南部からの食糧輸送が滞り、多数のベトナム人が餓死した。 ベトナム人の反日情緒が高まったと見たホーチミンは、同年5月、ボーグ・エンザップ将軍を司令官とするベトナム解放軍を発足させ、各地で民族解放委員会を組織して、補待帝のベトナム帝国と対峙した。日本軍は、引き続き、インドシナ半島を呼び、 マレー半島の防衛体制強化を進め、陣地の構築や米などの食料の備蓄を行った。ビルマ方面からのイギリス軍の侵攻に備え、民合作戦を終えた第37師団は耐え、ドクコン第70旅団は、マレーへと転進した。中華民国領への脱出に成功した、中流フランス軍部隊は、元北部集団軍司令官、ガブリエル・サバチエ中将の指揮下で、 雲南省で再建が進められた。第五外人風評連隊は、本来の三個大隊編成が一個大隊のみに、縮小再編された。普通にへの反抗の機会を伺ったが、終戦まで実現しなかった。1945年8月15日の、日本降伏とともに、ベトミンは、一斉放棄し、タイ帝を退位させて、ベトナム帝国を打倒した。 しかしすでに降伏していた日本軍はどうすることもできず、傍観した。1945年7月に、ポツダムで連合国首脳陣による協議が行われ、北緯16度線を境界とした北部の治安維持は、小介石南部は、東南アジア地域連合軍総司令官、ルイスマウントバッテンに委任されていた。日本軍の武装解除は、 中国軍とイギリスインド軍によって行われたが、南部では連合軍の派遣が遅れたため、フランス軍部隊の進駐も遅れ、このことがベトミン勢力の拡大をもたらすこととなった。中国領へ脱出した中流フランス軍がベトナムに進駐したのは1946年になってからであった。ありがとうございます。